人前でさえ、今回はね、飛び六方が来たということで、バウンティーフェスか。いや、工場だと思ってたんだけどね。まあ、見ていきますか。まず、ページ1が赤のディフェンダー、スキル1は吹っ飛ばしだけ。で、スキル2は振動からの吹っ飛ばしか。なるほどね。うん、振動状態。なるほど。ちょっとよくわかんないね、この何段目っていうのは。スキル発動中は敵から攻撃したら押し出されにくくなる。ちょっと面白いね。で、キャラ特性、気絶状態を無効化するということは、あれじゃ、レイリー大丈夫だ。みんなの懸念材料、レイリー大丈夫。で、スキルに、発動から一定時間ダウンせずよろけになる。はいはいはい。恐竜状態の時は強くなるってことね。で、スキル、はい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 。こんな感じね。で、敵から攻撃された時、攻撃力が 10% 増加なんだ。で、スキル1を発動すると、まあ、なくなるって感じかな。で、体力70%以上の時受けるダメージが、なるほどね。猛化は入んのだね。自分がダウンした時、自分によろけ無効状態を10秒間。はいはい。で、敵から、最大体力が 50% 以上で受けるダメージ 50% 減少は、ワンパンはされないですよみたいなことね。なるほどね。でも結構火だめついてるし、まあ、ワンチャンありかなと。で、こっち、ウルティですね。青のアタッカー。スキル1は、別に防御無視とかないんだ。ダメージカット無視とか。あると思ったんだけどね。ロジャー対策で。こっち吹っ飛ばしで、こっちは吹っ飛ばしじゃない。で、特性。バラメーター強化状態の時に攻撃した時、よろけ無効状態を6秒。はいはい。で、防御力が、なるほどね。ロジャー、杯、もう大体今のキャラって、バラメーター上昇ついてるんですよね。これめちゃめちゃいい。で、スキル1から発動、よろけずダウンされない、吹っ飛ばされない。なるほどね。ダウンし、でも状態以上入ると。で、通常攻撃の3段目で攻撃、敵に向かって移動する。今までしてなかったんかい。敵に向かって。通常攻撃の3段目でダメージを与えたとき、50%、はいはいはい、3秒間ね。で、体力が 70% 以上抜けるダメージが 30%、あー、夢ルフィと同じか。あ、じゃあ結構耐久力は信頼できると。状態以上 80% 短縮？いいじゃん！ちょっと戸塚でワンパンされそうな感じするね。あーと思ってたら敵が最大体力の 50% 以上の時にグラダメージ 30% 減少。アタッカーに攻撃した時攻撃が 5%。なるほどね。あ、アタッカーに対して攻撃力 5% 増加なんだ。あ、攻撃した時か。だから、アタッカーだけに強いってわけじゃないんだ。ということでね、今回はこのガチャたくさん引いていこうかなと思います。はい。もう何連引くかわかんないですけど、たくさん。ということでよろしくと。まあ、今日の夜ね、まあ、また新キャラ生配信やっていくと思うんで、いきなり、うわー、まあ。まあ、とりあえずバギーと。まあ。今日の夜ね、新キャラ生配信やろうと思うんで、まあ、10周すると思うかな、これは。やばい、爆死や爆死。ちょ、待って！まずい！焦るな、俺！石、今日は、たくさんあるからと言って焦っちゃいけない。うわ、待って！シップ！渋すぎるんだけど！ちょ、待って、今日のガチ渋すぎるぞ。落ち着け。落ち着いてる。もう30連終わったと言うな。はい。うわ、待って、渋。待て！もう200なくなった？ちょ、待って、まずい、マジでまずい。はい、いいよ。オッケー。はい、金、32、金引け来い。よーし！これ3枚引きか、多分どっちか確定してるんですよ、新キャラ。3枚引きじゃなければ、新キャラ当たると思われ。オッケー、悪くない。オッケーよ。はい、当たっちゃっていいよ。どっち？はい、オッケー。さあ、これはウルティですね。オッケー。とりあえずね、まあ、40連でいったらいいペースではないでしょうか。はい。まあ、1% なんで、まあ、全然オッケー。さあ、どんどん引いていこう。はい。やばい、流れ来てるいきなり流れがいいね。はいはい、当たっていく。もう1枚。あ、バギーか。オッケー。いや、悪くない。バルトロメ3枚引き。危な。オッケー。ウルティ。いや、でもね、偏んないでほしいな。偏っていくと、ちょっと危険信号ですね。ちょっと、頼むよ。まあ、オッケー。確率通りではあるから。うん。まあ、100連で1体ずつっていう計算なんで、まあ、悪くないかな。いや、悪くないけど、ちょっとペース早いな、石なくなるペースが。おい、来いよ。うわ、27か、マイナス2ポイントか。マイナス2ポイントワンチャンあるからね。ワンチャン。本当にワンチャン。頼む。来い。来ちゃえよ。おー、最後か。アタッカーマーク。あー、お前かーい。お前はかけらで欲しいよ、毎回思うけど。いやー、待って、今何周 ?3 周したのか。今とりあえず3周終わった。はい。いいよ、27。キーケ。いやー、赤引け多分ないな。なんかマイナス2ポイントね、バウンティーフェスであんま当たったことないんですよね。はい。やばい。悪い予感がしてきたよ。これ悪い予感がしてきた。やばい。一旦落ち着こう。一旦これは、
一旦落ち着いてこっち引くか。一旦落ち着いたらこっち引こう。オッケー。はい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 。うわ、上手、いいね。上手出るんだ。で、こっちが、あと一周したら確定かな、どっちか。あと一周したら確定なんで、あと一周引いて。ちょ、流れが悪すぎる。ちょ、落ち着け。一番落ち着いてんのは俺だ。やばい。固まった。オッケー。これは流れいいんじゃないか。ああ。おー、水着ハンコックはちょっと嬉しい。ちょっと嬉しいけど、これもういらん。どうせコーラだ。ちょ、まずいって。まずい。2体はやばい。150連で2体はやばいよ。きたー、フルフル演出や。これ3枚引きあるんじゃない、新キャラ。はい、オッケー、とりあえず。おいティだっけ、イッティって言っちゃった。ウルティのことイッティって言っちゃったよ。ちょ、待って、まずい。ページは当たれ。マジでページは当たれ。オッケー。まあ、とりあえずノルマ的にはいいペースなのかな。とりあえずここで、はい、ここはレジェンダリーね。はい、オッケーで次で頼む。マジでウルティ行こう。ウルティ来んな。マジ偏りが一番きついから。うわ、偏りすぎだろ、マジか。150連かな、多分この感じ。150連、ウルティ4体にページ1ゼロ、偏りすぎやろ。おお、来るやん、急に来るやん。オッケー。はい。流れいいよ。うわー、まあ。一旦スキップ祭りするか。俺の得意なスキップ祭りしていこう。とりあえずスキップ祭りをもうしていけばいい感じになんない？ちょ待って、マジで。スキップだと感覚狂う。何連引いてるか分かんなくなる。感覚狂うよ。ちょ待って、マジでまずい。頼むよ。頼む、ここ。やべ、固まった。オッケー。固まった時は悪いやつだよね。分かってるよ。ちょ待って、まずい。おい、待って。まずくないか、これ。これマジでまずくない？ウルティはもういいんだよ。ちょ待って、まずいって。もうウルティはいいって。あ、違うよ。若干、待って、叫びたい気分です、今僕は。非常に叫びたい気分でございます。いや、ウルティばっかだよ。ちょ待って、マジでまずい。ウルティしか出ない。オッケー。とりあえずオッケー。スキップ祭りだけど、全然いいよ。さあ、ラスト3周、ラスト3。いや、待って。300連で95と70。いいのか悪いのか。いや、絶対良くないよ。オッケー。とりあえず、これで、命からがら、オッケー。で、ここで、ページ1行こう。ここでページ1行こう。300連で、ページ1だったら全然オッケーだから、悪くない。85と95は全然オッケー、悪くない。頼むよ、ここで絶対ページ1。おい、ボルサリーノ100レベル、嬉しい。頼む、ここ絶対ページ1引けよ、俺絶対引けよ、引け、アタカマくんなー。ウルティ100になっちゃったー。